千田勘太郎、本日のギタープレイ。
人からはなんかチカチカして鬱陶しいと言われています。確かにそうなんだよね。自分で弾いていてもね、なんか視界に入ってチカチカしてるのが鬱陶しいというよりもったいないっていう感じがして、だけどある程度の時間が経つと勝手に消えるんだけど、いよいよチューニングしたいっていう時に消えてることが多いです。住ませてもらって26年とか経っちゃったんですけど、なんか最初に覚えた沖縄の曲をやりますね。Thank you.
ありがとう。ティンサグの花です。ティンサグの花をなんかこう花を絞ってね、その汁をつけて爪に染めたりして、女の子たちがあのままごと遊びをよく、沖縄でしていたらしいんですけど、ティンサグの花っていうのは日本でいうところの宝泉花かな。まあそのように爪に染めるように親の教えもあの心に染めておきなさいというような、まあ、そういった曲らしいです。ではまたこのチャンネル、なんだろう、番組、またあの本日のギタープレイ、内田貫太郎本日のギタープレイでお会いしようじゃないですか。じゃあね、バイバイ、ありがとう。